元老院一派の抵抗は完全に鎮圧しました。我が方の損害は極めて軽微です。本隊の撤収を許可する。一個中隊のみドラクロワの警備に回せ。はっ。俺たちの侵入がバレてる。違うようだが、侵入が難しくなったのは事実だな。俺たちの運がいいってことだろ。お前の気楽さが羨ましいよ。何か起きているのかもしれん。慎重に進まんとな。そんな余裕がどこにある。急ぐぞ。シドの部屋は上層階だ。Thank you.
先客があったんだわ。私たちより荒っぽいようね。そいつの狙いも浜関か。あれから6年か。なあ、ヤクトディフォールで何があった？何があんたを変えたんだ？ん？上だ！上に向かったぞ！おばんの8番に風邪を寄せ！逃がすんじゃないぞ！気づかれた。多分先客の方よ。今動くのは危険だわ。敵さんの混乱を利用すればいい。とにかくさっさと指導を探す。それだけだ。シドの手先ではなさそうだ。そうか、君が先客だな。まあ、惜しい男ではあるがな、知りすぎているだろう。リバヤさんをやったのは真珠の浜関だな。まだあんなことを続けているのか。止めてみせるか、身のこと知らずめ。強がってんじゃねえよ。てめえの年を考えろ。今さら何しに来た、空賊風情が。黄昏の破片をいただきにさ、空賊らしくな。はあ、あんなものが欲しいのか。つまらんやつだ。なんだ。おお、貴様がダルマスカの王女か。見込みがなくもなさそうだ。試そうというのだな。何を言ってるの。試してやろうと言っておる。石の力が欲しいのだろう。奴の話に耳を貸すな。利用されるだけだ。
ベルガと同じよ、人造浜関。あんたもか、あんたもなのか。妙なおもちゃに頼りやがって、そいつがあんたを守ってんだな。残念だが、お前たちの時間はもう終わりだ。わしがこの手で幕を引いてやろう。さらばだ。手間をかけたな、ベーネス。ベーネス？こいつがベーネスだと？アシェバナルガンダルマスか。貴様、あくまで力を追い求めるか、浜関が欲しくてたまらんか。図星か。図星だな。それでこそ覇王の末裔だ。ならば、ギューベガンを目指せ。新しい石を恵んでもらえるやもしれんぞ。何のつもりでそんな話を。歴史を人間の手に取り戻す。わしもギューベガンへ向かう。追ってこい、空賊。ふざけやがって。先ほどは失礼した。ダルマスカのアーシェ王女だな。バーフォンハイムのレガス、空賊だ。苛烈な粛清によって元老院を解体に追い込み、ヴェインソリドールは帝国の全権を掌握した。帝国の国家機構はいささかの混乱をきたしたが、帝国軍はむしろ士気を高めた。ジャッジによる統制、そしてロザリア帝国の脅威が帝国の将兵を結束させたのである。一方、我ら解放軍も辺境空域にて力を養い、来たるべき決戦に備えた。イバリースの時代を決する戦いが迫りつつあった。
クス隊発艦完了、脱落機なし。これより本艦を目標に対艦攻撃訓練に移ります。両舷前進教則。当艦も彼らを標的に迎撃訓練を行う。対空要員、敵機のつもりで目を鳴らせ。対空戦闘用意。閣下、ナルドア支部より報告です。例の空賊が帝国の勢力圏を抜けました。アーシェ殿下のご一行も共にバーフォンハイムへ。殿下がご無事で何よりだが、石の回収は失敗か。石がなくとも我が解放艦隊は帝国軍と互角に戦えます。これほど訓練を積んでいるではありませんか。だと良いがな。解放軍に補給はしても共に戦うつもりはない、そういう町なんですね。空賊やら海賊やら国を捨てた連中の町だ。国のため命を懸けて解放戦争という柄ではない。おじさまはやはり戦争を。公爵自身も帝国とケリをつけねばならんしな。あんたをリヴァヤさんから逃がそうとジャッジに立てつく形になった。もうのらりくらりでかわせる状況ではない。できれば戦いたくないようだが、戦うとなれば手段を選ばんだろう。しばらくは解放艦隊の演習を続ける。我々がより大きな力を身につければベインも交渉の席に着くかもしれん。ベインは浜崎を握ってる。リヴァヤさんを沈めるほどの切り札を手にしていながら交渉に応じるとは思えん。だからこそ機構の帝都潜入を支援するのだ。機構の言う通り、浜崎が強力な兵器ならぜひ奪取してもらいたい。夜行の再編、あんたに渡すとは約束していない。石がなければ別の力に頼らねばならん。ロザリア軍と手を組むのか。我々に失敗は許されないのだ。ベインの思うツボだ。解放軍とロザリア軍が出ていけば浜崎でまとめて叩かれる。安心しろ、石はシドが持ってる。捕まえて覇王の剣で石をぶっ壊せばベインの切り札は消えてなくなる。時間が惜しい、シドを追うぞ。あいつはギルベガンに向かってる。ギルベガン、ビエラの雇用に歌われてるわ。春けき時の彼方にてたけるミストに守られてまどろむ聖地ギルベガン、至りし道を垂れぞ知る。ヤクト・ディフォールだ。ゴルモア大森林のさらに奥、原葉の森にミストの嵐が荒れ狂う一角がある。じゃあそこだ、行ってみよう。うん、あんたは行かないのか。浜崎にご就寝だと思ったが。シドの言葉、素直には信じられん。俺は別の線を追う。へえ、他に心当たりか。妙におかしいな。それはお前も同じだろうが。早くしろよ、置いてくぞ。おお坊主、原葉の森について部下に調べさせてある。話を聞いてみろ。わかった、ありがとな、レダス。考えるより先に飛べか。弟子の方が空賊らしいな。誰が弟子だ。アーシェ王女、正直に答えてくれ。シドの言葉が正しければギルベガンで新しい浜石が手に入るかもしれん。あんた未だに石が欲しいか。力が欲しいわ。でも恐ろしくもある。ダルマスカを守るには何も恐れてはならないのに。
ナブディスを忘れるな。俺に言えるのはそれだけだ。